皆さんこんにちはピチです。今回はビジョンページについてお話をさせていただこうと思います。この間ビジョンページっていうのを作ってみました。ビジョンページっていうのは自分の思い描いている自分だったり環境だったりそういったものをこうし その自分の理想に近い写真なんかをこうプリントアウトしてこんな感じで貼っていくっていうページなんですけれどもこの間このようなページを作りました作り終わった後にまあ今みたいな感じでパラ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 こう見ていた時にふと思ったのがビジョンページを見てあのこれから 思ったことだったり、ひらめいたことを書いていきたいなっていうふうに思って、で、なんか写真を見ると結構モチベーションが私は上がるなと思って、なんかそれってなんでなんだろうっていうふうに疑問に思ったので、ビジョンページだったり、ビジョンボードっていうのについて調べてみました。で、あの、メリットっていうのを見つけたので、 今日はそちらのご紹介をしようと思います。えっと、ビジョンページをこの手帳の中に作ることによって、あの、日々の生活の中で、まあ、目に触れるこう場所、まあ、手帳、私は手帳が好きなので、手帳の中にビジョンページを作ったんですけど、あの目標や夢を再確認しやすくなるっていうので、 そのことによって、こう、意識したりとか、モチベーションアップにも、やっぱり役立つっていうことを知ることができました。で、えっ、ー、と、実際、このビジョンページ、写真を貼ることによって、どういったことが、あの、得られるかっていうので、まあ、夢を、あの、具体化できる。で、こう、 文っていうのは文章にするのもあの私もやったりするんですけどやっぱり自分の文章力でうまくいかなかったりとかあのするとすることがあると思うんですけどこの写真にすることによって雰囲気が伝わってきたり色が伝わってきたりとかその細かい部分まで一目でこうわかるっていうのは すごくこの写真を使うことならではのいいところなのかなっていうふうに思いました。で、えっ、ー、と、こう、こういうビジョンページっていうのを作って日頃こんなふうに見るだけでも行動が無意識に変化するっていうふうにも書いてありました。このビジョンページを見ることで このビジョンページの中の世界観と今の自分とこう照らし合わせるというか比較というかしてなんかどこが今足りないかなとかこう考えるきっかけにもなってなんか比較的夢に夢や理想に近づきやすくなるのかなと私は思っておりますこう 先ほども言ったように、なかなか文章とかでうまく自分の理想や夢をこう具体化できない方は、すごく気軽に作れる行動方針というか、自分の指針になるんじゃないのかなとも思います。でやっぱり夢や目標をこう鮮明にイメージすることがあのできると思うので、すごくですね、あの、 脳とか、よしやるぞみたいな心がこう刺激されやすくなるというか、私はそういったところからモチベーションアップにつながっているのかなと思っております。やっぱり、こう結構私もなんとなく手帳をいじりたい時とか、こんな感じでぼーっとコーヒーとか飲んだりとかしながらこんな風に見てるんですけど、 やっぱね、毎日見るものなので、だんだん飽きてくるんですよ。で、だいぶ前に作ったビジョンページがこっちのページになるんですけど、もうほんと、ずっと見るので、だんだん飽きてきちゃって、で、今回、あのー、ページを増やして、ちょっとバージョンアップしたっていう感じなんですけれど、 なんかそういった、やっぱ毎日見るものなので、飽きちゃったなって言って、こう、見なくなると意味がなくなってしまうので、自分なりにページを更新したりとか、あとは、まあちょっと一言横に書いてみるとか、可愛いシールでデコしてみるとか、まあそういった自分が飽きない工夫をして、できれば毎日ですね、見るようにするっていうのが大切なのかなと思っております。 で結構、この写真の配置、ページを入れ替えるとかだけでも、空きの回避ができると思うので、まあ今後もそういった工夫を自分なりにしながら、このビジョンページは、えっと、作っていったりとか、こんな風にちょこちょこ確認したりとかっていう作業をやっていきたいと思っております。ただ、この、 ビジョンページって私は写真をネットプリントだったりインスピックで印刷して貼ってるんですけどやっぱりその写真の分だいぶかさばってしまうんですよねこんな感じでなのでリング系が少ない方とかはあのこの自分で貼ったものをまたカラーコピーしてこの写真の厚みを減らすとかあとは 最低限のものだけを貼って、あとの写真っていうのは、なんかコルクボードとかに、それこそビジョンボードっていうみたいなんですけど、その写真を部屋とか、まあ自分の目につくところに、飾っておくっていうことでも効果が得られるんじゃないのかなと思っております。で、えっ、ー、と、今回はこの、 ビジョンページの私のこ,うこの間作った中身をこう紹介したりとか、あとはそのメリットに関して、ビジョンページのメリットに関して、今回お話しさせていただいたんですけれども、作ってる風景を少し前のビジョンページ作ってみましたっていう動画で、 公開させていただいてますので、どんな感じで作るのかなとか気になった方は、ぜひそちらの動画もご視聴いただけると嬉しく思います。ちなみになんですけど、インスピックは液体のりとかがついてしまうと変色してしまったりとかするので、こう長く保存しておきたいものとかは、比較的コンビニでネットプリントをしています。うん で、そのネットプリントの仕方なんですけれども、まずは、まず私はピンタレストっていうアプリと画像が結構たくさんこう集まってるアプリなんですけど、そのピンタレストっていうところで自分の理想、例えばなんだろうな、私ロングスカートが好きなので、ロングスカートコーデとか、あとは、 あの、そうだな。健康的な女性とかって調べてもらうと、バーッと画像が出てくるので、その中から自分の理想に近いものをピックアップして保存していきます。で、あとは、あの、LINE カメラとか、そういったアプリでコラージュができるアプリがあると思うんですけど、そこで、 私は今回、L 版普通の写真1枚に対して、2分割で作って、この大きさだったんです。で、ちょっと大きかったので、4分割ぐらいにすると、この大きさになるんですよね。ちょっと一回り小さい感じになるので、えっと、こういう大きい写真がいいなっていう方は、 えっと、二分割に編集してもらって、で、ちょっと小さめがいいなっていう方は四分割とかっていう風に、初めから自分でコラージュをしておきます。で、それを、あのー、コンビニで、えっ、ー、と、印刷するっていう流れになるんですけど、ちょっと説明わかりにくかったらすみません。まあ、要は簡単に言うと、自分で画像を見つけて、そっから、 2枚から4枚の画像を自分でコラージュして、で、それを1枚にするっていう、1枚にしてプリントアウトするっていう感じですね。で、その1枚の中に、えっ、ー、と、2枚から3枚のこの自分のコラージュした画像があると思うので、まあ、それをカットして貼っていくっていう作業になります。はい。っていうことで、今回は ビジョンページについてお話しさせていただきました。ビジョンページ、本当にね、あのー、特に難しいことではなくて、ただただ自分が、あこういう風になれたらいいな、みたいな写真を見つけて、まあ、ワクワクしながら貼っていくっていうものです。で、こう出来上がったのを見て、あ、今の自分は、ちょっとそうだな、みたいな。 あのー、例えば、お風呂場のカビが、だんだんこれにこれ,これはすごい綺麗だけど、ちょっと目立ってきたよな、じゃあ、お掃除しようかな、とか。あとは、こんな手帳にするためには、自分は、あと何を足してったらいいかな、とか。あとはなん、なんだろうな、個人的にこういう、 女性を見て、勉強されてる女性を、机に向かってなんか作業されてる女性を見ては、すごい素敵だなぁと思うので、私もこういう風になりたいなぁって。<laughs> ちょっとやる気ない時とかこういう写真見て、私もこういう女性になりたいなぁ。よし、ちょっとやってみようみたいな感じで、ちょっとやる気をいただいたりとか、なんかそんな感じで使っております。はい。あの、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。 えー、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでした。バイバーイ。